こちらは中国駐大阪総領事館です。日本語でのお問い合わせは2を押してください。2。内線番号を押してください。0。公園名義に関するお問い合わせは7を押してください。さっきこれで失敗したからな。旅行証、交渉業務に関するお問い合わせは3を押して、これでいくわ。もうみんな同じ手つことんねんな。もうみんな同じ手つことんねん。ちょっともうせっかくやから尖閣の話させてもらおうか。大体な、尖閣は沖縄県や。尖閣諸島ってな、確か4つの島からできとるはずやね。沖縄県やねん、これ立派な立派な沖縄県やねんで。日本国沖縄県や、住所もあんねん。それをこのガキらんま反日感情むき出しで来やがってな、あぼやいてもしゃあないかもわからんけどやな。お前日本人に生まれてきたんやから、お前腹立ってしゃあないねん。別に中国の方をどうのこうのとは言うとらん。わしは日本人でも反日感情持ってるやつやったらとことん言わしてもらうぜ。おのれ日本に生まれてきててやな、で日本のこと嫌いでどないすんねん。反対に海外の人で日本好きな人ってたくさんおるやんか。中国でも韓国の人でも中国の人でもな、日本人、日本のことを好きな人っていっぱいおるやんかな。理解してはる人や、日本の歴史文化を理解してはる人やんか。こんなんしてな、中国のな一部の反日感情を抱いとる、もしくは利欲の深いやつ、尖閣の下には、尖閣諸島の下にはな、レアメタルがいっぱいあるっていうのが最近分かったんや、この 2,30 年前に。それからやんか、尖閣己のもんや己のもんや言うて、この反日シナ人どもがな、なんで西成工事もコロナウイルスって言わへんかわかる。こいつらに頭きてるからやしは。武漢から発生しとんねやんけ。だろ、だから武漢肺炎や。あ、たまに来るな。怖いな。まあ動画つなげるからええけど大阪の中国領事館っていうところに電話かけたんや。さっき名古屋はあかんかったやん。腹立つわ。なんでこんなことでストレージ減らさなあかんねんな。気分悪いの。解決するまでとことん行かへんかったらあかんからな、俺は。リダイヤル。決して中国の方をな、わしは侮辱してるつもりもないし、ヘイトするつもりもあれへん。欢迎致电中国驻大阪总领事馆，中文请按一。こちらは中国駐大阪総領事館です。日本語でのお問い合わせは2を押してください。2。こいつら相手にその指つかへん。ピコピコで言ったの。内線番号の確認。ピコピコで言ったのやんな。関するお問い合わせは、これもあかんかったやろ。してください。パスポート、これもあかんかったやろ。交渉業務に関するお問い合わせは3を押してください。シャビザに関するお問い合わせは2を押してください。これ言ったろか。2。
繋がらへんのちゃうかな。何べんも言うやけど、別に中国の方、韓国の方をわしは侮辱して言うてるんじゃないよ。反日感情むき出してくるんやったら、来いよ。っていう話。我がの国のこともよう管理せえへんやん。自分とこの国の人口何人おるか把握できてへんやん。こいつら。何をお前やっとんねん。己の国のこと先整備せえや。ほんで、これ。取った思たら、ガチャン。電話代ただとちゃうんやぞ。大喜利、西成浩二ですわ。ちょっとこの問題はいつか解決やります。いつかもう手震えてる腹だって。なあ。この件に関してはいつか解決しますんで。攻撃的に解決しますんでね。平和的に解決するつもりは私はありません。ちょっと誰か一回下ろすわ、これ。平和的に解決するつもりなんか一切ないからね。反日感情をむき出してくるやつに平和的な解決方法なんかあれへん。もう、官邸メールやな。国交断絶せよ。命令や、こんなもん。こんなもんな。もうね、安に買えるから中国突き落てるだけやんか、政府買って。そやろ。調子乗っとんねんって。出る杭は頭縛りたかなあかんねんって。ええ意味でな、目伸ばしてくるんやったら、そら育てたったらええと思うけどな。こんないらんことで出る杭は頭縛かなし。大半まで縛りたったらええねん。出る杭は叩かれる言うやろ。大半まで芝居だったらええねん。大喜利、西成浩二ですわ。また次の動画で会いまようか。ちょっと気分変えてなんか、もう違う話題でいくわ、もう。大喜利、西成浩二ですわ。次の動画でお会いしましょう。ワードがよろしいようで。バイバーイ。